感謝ですよ。すごい音量で見かけたりするじゃないですか。スピードとか、楽しみってね、みんなが言ってくれるのはすごい嬉しいよね。わりかし涼しい時期になって、そうですね。やだ寂しがりや。一人やだ。大丈夫です。でもこの見て本当に一人、あのなんか家とか、うんうん、その車とかで一人って全然、むしろ苦にならないというか大好きなんだけど、うん、外で、うん、一人ほっぽり出されるのが一番苦痛で、一人でなんかドトール入れないタイプだし。え、そうなの？入れません。一人で松屋は入れます。それにはちゃんとした意図があるから。まあ、お好きな、ね、そうだけど、うん、そういうことじゃなくて、うん、時間を潰すということがすごい苦手。そこに Wi-Fi があろうがなかろうが、そこに Wi-Fi があろうがなかろうが。だって俺のオフラ時給ってさ、うん、100万じゃん。そうですね、時給100万のとこだから今日何もしないでそこにいる無駄。あ、仕事したらさ、時給100万じゃん。そうですね。ちゃんと嘘ですって出さないで。信じる人いますからね。そうですか、信じるバカいるの。バカとか言わないよ。止まらない止まらない止まらない。はい、写真です。もう、もはや俺、わかんないもん。東京駅もね、いろいろ綺麗になったりとか、うん、もうそもそも俺、新宿がもうわかんない。あんだけ使ってたのに、もうね、電車乗らなくなっちゃったから、その分、渋谷とかは？もう全然わかんない。わかんないよね。俺の大愛してた東横線の入り口がなくなった。そうです、そうです。そうです、愛すべき東横線がねえなくなってた。愛したんだね。愛した。世界で一番美人が多い路線だと思ってる。東横線、うん、代官山。え、東横線から何かもらいたい感じですか。もう俺でもこれね、ずっと前から言ってんの。おお、っていうか、あのオーディションの時の自己 PR がそれだったの、うん。東横線がなんか1分間の自己 PR をしてくださいみたいなのあるじゃない、うんうん、あるんですよ。で、事務所オーディションとかに、うん、そういうのでなんかよくやりがちなのが、うん、その、はい、何々出身でどうのこうのでっつって、うん、趣味は何々で、特技が、歌です、うん、じゃあちょっとワンフレーズ歌いますとかってやっちゃう子たちが多かったのよ、うん、誰が聞きたいねんそんなもんみたいな、うん、そんな、いやいや、そんなに歌が上手かったらお前もう得意歌手でデビューしてるよみたいな、うん、けど、うん、なんかつらつら自分のことをずっと話しちゃう子たちが多くて、うん、当時、うん、なんかそれはちょっと違うだろう、うん、自己 PR なんてあれをラジオみたいなもんだと思ってたから、うん、自分のこと話すよりも自分がどういうふうに思ったかっていう意見を、見ている審査員の人たちに共感してもらうことがすごい大切だと思ったから、うんうん、僕毎日自転車乗るんですけど、うん、いろんな電車乗って、うん、最近思ったことがあって、日本で一番綺麗なお姉さんが乗ってくる電車って何線だと思いますっていう話を全く声優に関係ないそういうトークをして、そしたら審査員の皆さんも考えるのに一緒に、何言ってんだこいつって、山手線とかみたいな、山手線ぐるぐるしてるだけだから全然ですみたいな話をして、いや、バカですね、東横線ですよ、東横線です、大観山、もう綺麗な姉ちゃんだって言うか、自由が丘ね、自由が丘なんてもうそうでしょ、都立大だって、学芸大学だってもうおしゃれなものばっかで、ね、もうこんな一番可愛い子たちが乗ってくるなんて、もう絶対もう誰が何と言うと豊子さんです、掛け合ってつやでしたみたいな、あっさっつってやって受かってっかさ。かけあてつやでした。さあ、あざっす、あざっした。でもそれさ、かけあてつやって名前を覚えてもらう必要はないのよ、実は。あの東横線の話したやつってあれ誰だっけでいいの。はいはいはい、ね、うん、もうその
インパクトはね、やっぱすごいある、うん、どうせ後で名前見んだから、うん、ね、若者によって人と同じことするなと、まあ、そうっすね、19の時の俺よくやったぞと本当にいっちゃん日本で綺麗なお姉ちゃんが乗ってくる路線って何だと思いますって、うん、なんかわー右じゃねえか俺もね、あーって思いながらあー東横線の話で、あーもうこっちに綺麗な姉ちゃんいいんでしょねえ、今我々は東京駅を目指して、東京駅に待ってろよ岩手岩手これ待ってる岩手ってこの車の中で行ったらこれで行くのかと思われる。え、車で行ったら5時間くらい？いや、いやもっとでしょう。え、ちょっと調べないと。ね、だって大阪が8時間、うん、7時間、8時間か。今日泊まるホテルまで一休さんに送ってもらったとしたら。5時間40え、そんなもんなの？今混んでませんからそういうことじゃないと思うけど今スイスイスイのスイですから今出発したら11時に着きますからでも11時に着けるんですね、逆に言うと本当ね、どんな高速作ってくれた人ありがとう、ありがとう。東北の方とか、うん、その新潟とか金沢とかあんま行ったことないところもね行ってみたいですね。行きたい、ね、ツアーで行ったとして、うん、でライブ翌日とかね、うん、だね、前日どっちでもいいんですけど、だから、ね、前日はね、うん、まあ一応ね、なんかみんなはいいよね、声出さないから、俺たちハッスルして声出なくなったらもう終わるよ、徹子が出ちゃうからな。そうね、徹子のマーチになっちゃう。楽しくなっちゃうからね。いやでもあれ乗り越えたらさ、もうマジで怖いものないっすよ、ね。まあまあまあそうです、正直。やっぱり、ね、あのライブ後にしましょう。ライブ後ですよね、何かね、そうですよね、何かをやるとするならばね。もう皆さんこんばんは。徹子のライブへようこそ。なんか、ね、温泉で喉潰すやついない。いやまあもうそれはもう楽しくなっちゃってねーつって。温泉いいっすね、温泉行こう、マジで温泉いいな、あそこの焼肉屋行ったな慣れてきたんでしょうねクライアント何から何頼むの焼肉、茶漬け、茶漬け、茶漬け、まずお茶漬け、うん、なの京都の人も帰れ帰れお茶漬け、え、俺でも一番最初は、うん、生でしょ、うん、飲んで飲み物で、でキムチの盛り合わせ、もう必ずキムチの盛り合わせと、うん、でもなんかさ、皆さんさ、タン塩をさ、一番最初に頼む人たち多いじゃないですか、うん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 、ちょっとマジで聞きたいんだけどさ、うん、タン塩好きよ、うん、美味しいよ、けど、うん、ルールだと思ってタン塩最初に頼んでない、みんな、まあ、それはあるかもしれないね、なんか流れの、うん、ね、うん、なんかサラダから食べなきゃみたいな感じの体で、うん、タン塩食ってない、そうね、なんか次はサラダのね、うん、何だろう、次ロースとかハラミとか、うん、それホルモン最後に食べてってみたいな、うん、になってない、ね、好きなもんから食えばいいんだよね、だからあれね、ちょっとね、実は間違ってると思う、本当に単勝から食うって、うん、逆に素人っぽい、そうなの、なんかあれはあの厚切りとさ、うん、薄いの好きな人分かれるじゃない、はい、どっちなの、私は厚切りの方が好きなんですけど、実はタン塩って、うん、なんかレアめで食べたいっていう人もいるんだけど、うん、よく焼いた方がタン塩ってうまいっていうことに意外にみんな気づいていない、
私気づいてますね。もう私ももう半分焼けてやもう何でも食えると思ってます。生でしょ。生もバカバカ、もうこういうやつ、こういうやつ。焼肉行ったら一緒のテーブルに座らないようにします。じゃああれですか、ステーキとかも、はい、ミディアムとか。私はねステーキはね逆にレア目が好きなんですよね。はい、血が滴るのは。そうですね、ミディアムレアから、うん、そうですね、ミディアムレアのちょっとレア気味の方がちょっと好きですね。美味しいですね、ステーキ ね。でもお米食べるとさ、うん、食べられる肉の量が減っちゃうじゃないですか、はいはいはい、だから私は肉を、うん、まあ普通に500くらい食うんですよ。もっと多いよ、 500g めっちゃ美味しい。ワンハーフだから、うん、もう 500g のステーキを頼んで、うん、お米が大丈夫です。あ、でもビールは、だってもうそれは昼だもん。あ、タンパク質取って、うん、筋肉チキンなきゃ、筋肉チキンなきゃ。筋肉チキンよ、喜んでるよ。キーチェインがね。いやもうさ、やっぱ高いじゃないお肉も。そうだね、うん、やっぱそうだよね。若い子たちにもお肉いっぱい食べてほしいけども、やっぱお高いから。確かにそうだよね、若い頃食えなかったもん。いやでもさ、バンドでさ、ちょっとさ焼き肉食べようよってなってもさ、あのほらね、カキ一回連れてくれたじゃないですか。うんうんうん、あの子たち食わないもんね。量？うん。食べますよって。食べますよって。出てこれじゃねえかよみたいな。でもあいつだって行きたいって言ったんだよ。そうそう。ちょっと出てる。え、じゃあ一軒目でここであんまり食べない方がいいですね。居酒屋さんにいたじゃない最初。そう、若いんだから食べられるんじゃないのかなと思って連れてったら、お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。ね、ピタリと箸が止まったみたいな。帰ります。あいつ。クマも食わなかった。あちゃんもあんま食わなかったってるイメージだね。マブチはもう見たまんまだよね、うん、食わないよね、あれ、ね、いや、あれですよ、お財布にはすごいいいですよ、ね、お財布には全然。だから彼らが頼んだの私全部こう結局食うやついたカラオケの甘くはない。大丈夫です、余ったもん全部あ、濃いと。まあ、カキ行けてなかったですけど、福岡でね、ラーメンを替え玉してるなと思ったら、替え玉できるんだっつって。へぇーなんて思いますよね。替え玉できるんだ。あれ、どこ？え、それどこ？福岡。福岡のラーメン。いや、俺たち、俺のこと置いてったとこ。そうですね。ふざけんの？ねえ。ふざけん、あの目の前のところじゃないですね。じゃないあのね、もうちょっとあの海沿いに行ったら、あ、歩いてきたの。歩いて行けた。歩いて行けた。はい。もう終わった後でしょ、だいぶすぐに。そうそう。それの何年か前に福岡行った時の、あれは、うん、ロゴス、うん、の近くのあのね、屋台の。向かいの。そうそうそう。あれはあれでね、有名なんですけど。あ、別のところはありなかったな。あれもなかったな。あれうまかったな。あのテールポン酢とかも美味しかったですね。うん。どうだったの？ね。うるせえよ。でもね、あのこの前の丸尾さんのね、うん、あれもそうでしたけど、あまり食にねそんなにこうあれがないというか、節制もしてるというか。あ、なんでね、話になりましたけど。そうっすね。好きなんですけどね。うん、なんか中毒ではないっていうことが分かりますね。ああ、私ね、うん、言葉選びはうまいですね。プロなんで。はい、うん、はい、人傷つけない言葉で話さないといけないじゃないですか。うん、でもそうだよね、何かをこうものすごいいっぱい食べてるっていうのはあんまりイメージないないでしょ、うん、でも若い頃はすごかったんだよ、大食感って言われて、
この前の動画で、うん、私丸尾さんのなんでこの YouTube チャンネル、うん、登録してますか。マジであの面白くないやつ失礼だって言われてたでしょ。言ってた面白くないは言い過ぎよ。まだ酔っ払ってるから何回も2回分ぐらいカットしてますからね。編集所もっと言ってたから違う、全然面白いからね、みんなね。だからもうジョークじゃんみたいなさ、面白くないやつって言った方が見るじゃん。そうね、今さっき言ったカキが行けなかった店、うん、もう行ってた、ちゃんと。いいじゃないっすか。福岡次いつ。殺しますよ。キエもう今日絶好調というか、いやいや、もうだってもうやだ、巨人になるのやだだーや、やだをだーや言ってるやつ初めて見ましたよ。いろいろありますからね。いいじゃねえよ、回してた方が面白いよ。じゃあなおさら俺の東京駅の一人ムーブを回してた方が面白いよ。面白いと思いますよ、こうやって一人でこうやって。なるじゃん、絶対外国人だと思われるじゃん。まあ半分ね、間違ってないっていうね。そうですね、確かに。そうだそうだそうだ、自分日本人じゃないってことを思い出せ。いや日本人だよ、国籍日本だよ。いや、やだ、ね、さっさと降りてもらって。やだ、やだ、やだ、絶対にモタモタする。絶対にモタモタする。これ流したら何か哲也さん、かわいいみたいなコメント。ならねえだろ、こんなおっさんが。やだ、はい、じゃあ行ってください、岩手、Go to 岩手。 Go to 岩手には行きたいけど、うん、降りたくない。ただ、はい、降ろします。